日本静岡県の運送会社、梅久運輸の田形正幸社長が2018年、ぴょんちゃん冬季五輪成功のため、3000万ウォンを寄付した。韓国組織委員会は16日、田形市がプサンから冷凍トラックを運転し、韓ウォンドぴょんちゃんの組織をも事務所を訪れ、五輪の成功を祈り寄付金を伝達したと明らかにした。 田形氏は、1988年のソウル五輪の際も300万円を寄付した。両国を行き来しながら冷凍マグロを運送する仕事をし、常に大韓民国の成長と発展を見ていた。今回の寄付が日韓の共吉増進につながることを期待していると述べた。金字保組織委員企画広報部委員長は、 今回の寄付は平昌オリンピックのブームアップを造成し、開催成功に役立つだろうとしながら、田形氏の自発的な寄付を通して、日本企業人の韓国愛を見せてくれた分、五輪までの期間、より徹底して準備を進め、完璧な大会を開催することで報いたいと伝えた。